ウィダーは、ベナンのアトランティック県の県と、ベニン湾に面する昔からの貿易港である。2012年の人口は9万1688人で、面積は364平方キロメートル、人口密度は251.89人平方キロメートル。19世紀後半のサンジョアンバプティスタでアジュダトリで、ウィダーはサビオオートとするウィダー王国の貿易港であった。 16世紀末には公益地としてすでに成立しており、1680年にはポルトガルがサンジョアン・バプティスタでアジュラ砦を立てて公益の拠点とした。1727年にビダー王国は内陸のダホメ王国のアガジャ王によって占領された。この町は特に奴隷貿易の拠点として栄えた。19世紀前半にはここに拠点を置いた。 ポルトガルの奴隷商人、フランシスコ・フェリックス・ダ・スーザとダホメ国王ゲゾの間で奴隷の取引が盛んに行われ、ここからアメリカへと奴隷が輸出されていった。1960年にフランス領西アフリカからダホメ共和国として独立すると、1961年にはサンジョアン・バプティスタ・デ・アジュダ・トリではダホメ政府によって接収された。帰らずの門在では、 奴隷貿易時代の遺構がいくつか残り、また奴隷貿易のモニュメントが複数建てられている。1995年には、奴隷が積み出された浜辺に帰らずの門と呼ばれる、モニュメントが建てられた。また、この奴隷貿易の遺構は1996年に、世界遺産の暫定リストに加えられた。ビダーは、ブードゥー教の聖地であり、この地から世界中に散った奴隷たちによって、 ブードゥー教が世界に広まった。現在でも年に一度ブードゥーの新徒国際会議がウィダーで開かれている。また、1992年には当時のニセフォール・ソグロ大統領とベナン政府によってウィダー92というブードゥー芸術文化祭が開催された。ウィダーのバシリカ・ウィダー歴史博物館ウィダーに上陸した大海賊のバーソロミューロ・ロバーツ。ありがとうございます。